聖マリーナ、またはビチュニアのマリーナは、8世紀頃のキリスト教の聖人である。聖マリーナとも、ベネツィアのカトリック教会などで数敬されている。同盟の聖人にアレクサンドリアのマリーナが存在し、混同される場合がある。マリーナは8世紀のビチュニアの聖女とされる。マリーナは、ローマ純教史に記載されており、カトリック教会では6月18日が、 記念日であるが、聖教会では2月8日または2月12日、東方諸教会では2月8日である。また、ベネツィアに聖遺物が移された日である7月17日は、一挙記念日とされている。マリーナにまつわる伝説は、修道師処女伝説の一つとされ、聖、マルガリタ、聖ペラギアとしばしば同一視される。マリーナの父親が修道院に入ることになったため、 父親はマリーナを断層させ一人息子として一緒に修道院に入った。以降、マリーナはマリノスとして修道生活を送るようになった。マリノスが十七歳の時、父親は式を悟り、誰にも女であることを明かさないように命じた。マリノスは修道院での仕事のためにある人物の家に泊まることが多かった。ある日、その家の娘が とある騎士の子供を宿したが、困った娘はマリノスに侵されたからだと嘘を言った。しかし問い詰められたマリノスは罪を認め、慈悲を願った。このために修道院の外に追放されることになった。マリノスは修道院の門の近くに住み、パンクズを拾って暮らすようになった。娘の子が生まれるとその子を引き取り、さらに2年ほど暮らした後に修道院に戻され、下働きをして暮らした。 マリノスの死後、修道士たちが遺体を洗おうとした時に、マリノスが女性であったことが判明した。修道士たちは許しをこい、マリーナの遺体は、礼拝堂内に葬られた。嘘をついた娘は悪霊に取り憑かれ、罪を白状することとなったが、娘がマリーナの墓前に近づくと悪霊は去った。マリーナの聖遺物は1230年に、コンスタンティノープルから、ベネツィアの、 聖マリーナ教会に移された。後に、いくつかの聖遺物は、パリ教区の教会に移され、保管されている。聖マリーナの祭壇画マリーナを描いた祭壇画はいくつか存在し、修道所の服装で赤ん坊を抱いている姿で、描かれる場合が多い。芥川龍之介は、黄金伝説の聖マリーナの聖人伝を下敷きに、法教人の死を執筆した。ありがとうございます。